どうも皆さんこんにちは、ホームゲームアキラです、いつもご覧いただきありがとうございます、この番組ではですね、さまざまなカルチャーを帽子を通してですね、いろいろ広がりを見せていく、面白いスタイルをご紹介できればというふうに思っております。ぜひこの機会に、登録とそして高評価もよろしくお願いします。さて、本日ですが、またまたですね、私が、企画しましたデザインの別注が、もう間もなく発売されるということで、ご紹介をしたいなというふうに思っております。それがですね、今回はこちらでございます。実はもう、この今被ってるこの D ロゴのドジャースなんですが、先月にもですね、リリースをさせていただきまして、大変ご好評をいただいたわけなんですが、今回も色を変えて、仕様を変えて、リリースをさせていただくことになりました。まあ、こちらはもう説明不要っちゃ不要ですかね。もう皆さんご存知かと思いますけれども、ロサンゼルスドジャースのプラクティスキャップで、まあ、採用されて、特に大谷選手が今季の、プラクティス、まあ、練習で着用したことで非常に話題になりまして、日本とかですね、まあ、世界的にもこれメジャーになったロゴなんじゃないでしょうか。今まではですね、D のこのロゴっていうと、未だにお店に来られる方で、日本の野球好きな方だと、これドラゴンズじゃないですかって言われる方いらっしゃるんですけど、まあ、もう本当に似てるので、もうおっしゃる通りっちゃ通りなんですけど、まあこの D のロゴっていうのは、ご存知の通り、ドジャースの D の同じフォントをですね、大きく、まあ、フロントにこう刺繍したタイプなんですけど、こちらはですね、だいたい2017年ぐらいからプラクティスキャップとしては採用されるようになってまして、まあ歴史的にはもうちょっとそれより前から使われてはいるんですけれども、今回その大谷選手がその着用して、練習に臨んでいたっていう、まあ実際の映像とか写真が非常に多く出回ったところから、人気を博しているというところと、あとは LA で、ロイヤルの青の色のやつだと、ちょっとまんますぎちゃって、ちょっとミーハー感が強いのでなかなか苦手なんですよねっていう方もいらっしゃるんですけど、そんな方にもこの外しとして使えるんじゃなかろうかというところで、当店でもさせていただいているアイテムの一つです。こちらのこのベーシックな色に関しては、これもですね、海外移籍企画なんですけども、これ最近入ってきまして、スナップバックタイプとフィッテッドタイプ両方、黒白と黒黒で取り揃えておりますので、ぜひこちらもですね、合わせてチェックしていただければというふうに思っております。で、今回の、私のデザインの D ロゴなんですけれども、前回こちらですね、こちらは、アッシュグレーにゴールドの刺繍だったんですけれども、今回はさらにですね、もうちょっと薄くしまして、ストーンっていう色の方がいいんですかね。白い T シャツにこう合わせてみるとちょっとわかるんですけれども、ベージュでもないし、グレーでもないしというところで、ちょっとまた別で写真は出しておきますけれども、なんとも言えない色ですね。グレーとベージュの間って言ったらいいんでしょうかね。はい。多分ストーンカラーと言われる色になりますけれども、それがメインのワントーンになってます。で、こちらに、パウダーブルーのですね、水色を入れてまして、今回の大きな特徴に関しては、こちらのサイドパッチの部分にですね、LA ロゴが入っております。フラットで入ってます。で、このタイプは、シュプリームが最近、シュプリームロゴの横に NI とか、ソックスとか出してたと思いますけれども、まあ同じようなノリでですね。で、僕に関しては、そのシュプリームが出るのも知らずに、やっぱりこれも海外の最近トレンドの一つで、ちょっと前だと A フレームで、バッターマンのロゴをサイドに入れたことありましたけども、今でも発売してますけど、そのノリでですね、結構有名な、ハットクラブとか、ハットランドとか、まあ、いろんなところのカスタムで、ちらほらこういうタイプを見るようになってきまして、でやっぱりこれだけだと、どこのチームか分かりづらい。だけど、しっかりとここにメインのロゴが入っていると。まあ、ちょっとロゴロゴなのでしつこいかなと思うところですね、このワントーンの淡い色で、ちょっと抜きを作ってるというところなんですけれども、今回はもう本当にこのストーンカラーとこのパウダーブルーの2色だけですね。はい。で、つば裏もパウダーブルーにしてます。で、汗止めは黒です。
まあ、本当にシンプルな色で。で、左側のフラッグロゴも同色で潰してますので、結構スッキリと被れる、一つなんじゃないかなというふうに思います。で、色的には、まあ、UNC カラーが近いので、もう本当に UNC カラーのスニーカーだったりとか、もうもちろん色に合わせずとも、チャックテーラーだったりとか、エアフォースワンだったりとか、本当に幅広く合わせられるようなアイテムになってるかなというふうに思ってます。で、これのテーマなんですけど、ね、やっぱり僕の中で、この、ノースカロライナブルーっていう、まあ、名前の通りノースカロライナの色なんですけど、このパウダーブルーというか水色っていうのは、なんかどうしても僕の、こう、見てきたウエスサイのカルチャーの中では、なんかこう外せない色の一つで、で、まあ、こちらのですね、前回の色もこちらのサイドパッチに、この同じような色を入れましたけれども、今回に関してはですね、まあ、こう、さらに主張が強く青を入れてるんですね。で、青のイメージ。で、やっぱり僕が好きな、こう、バスケのカルチャーだと、LA レイカーズがこの色を使っていたこともありましたし、まあ、なんだかんだこのファッションの中で水色っていうのが、昔から親しまれているというところもありますので、まあ、なんかここちょっと入れてみたいなって、まあ僕なりのイメージしたこの LA のこうカルチャーだったり風景だったりっていうところですね。まあ入れてみました。これね。まあ D ロゴ、今となっては非常にメジャーになってきましたけれども、ぜひですね、この機会に、まあこういったタイプであれば被れるんじゃないかっていうところもですね、加味しながら、ぜひ見てみていただければというふうに思います。そして気になるですね、発売なんですが、8月中を予定しておりまして、多分8月の中旬ぐらいになるかと思いますけれども、まあ、8月中旬といえば、今回もスニーカーコンがございまして、スニーカーコン、我らがホームゲームも参戦予定でございます。まあ、なので、もしかしたら、もしかするかもというところで、ぜひですね、発売詳細に関してはまだ全然決まってないので、ぜひですね、各種 SNS をご確認いただければというふうに思っております。さあ、本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今回はですね、私のマップデザインする別注が発売になるということでご紹介させていただきました。それ以外にもですね、続々と新しい商品とまたご紹介していきたいというふうに思っておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録と、そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。